お休みの方もこの時間帯多いかと思うんですけれども、ゆっくり過ごせましたか？部長こんばんはといったコメントもありがとうございます。はい、ぜひぜひ夜ちできてます。どうもこんばんは、茨姫檜山さやです。夜です、よろしくお願いします。いやもう恥ずかしくてちょっと3時間やるのきつくなってきました。先ほどのんちゃんとクロストークしていたんですけれども、今日の髪型は何かモチーフとかありますか？特にないです。特にないですか？さっきスパイファミリーのこうお写真が届いていて、はい、見てますか？スパイファミリー。あ、スパイファミリー見てます。母の方のヨルフォーゼさんに本当ですか？髪型ここが出てるのが見ています。なんかたまに去年あたりからこういう髪型するようになって、うんうんうん、何度かしてますよね。はい、私はヨルさんの髪型を意識していたわけではないんですけれども、多分髪型と服装が結構一致しているからヨルさんを意識したんですかっていうお話を、していたんですよね。そういうわけではないんですけれども、でもここはちょっと乗っからせていただきました。顔が赤くなってしまいましたね。ちょうどこうスパイファミリーもアニメでやっているということで、ぜひ皆さんもご覧いただければと思います。恥ずかしいですね、うん、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。今日は22時ですからね、猫ちゃんリポートをご紹介していきますね。にゃん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 。リンゴキュン。